はい、皆さん、こんにちは、松田です。ちょっとね。五十分経ったら教えて。五十分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい、シンギュラリティはやってくる。じゃ、シンギュラリティはという話をします。えー、まず、2045年問題。コンピューターが人類を超える日。で、この本をですね。二千十三年。 まあ今から2年前に出版したんで,す動書でこれがですねまあ経文同心書大賞っていうのをもらったんですがその年はまあまあのことで、まあ、一度テレビに呼ばれて出たことがあるんですで去年もですねまあまあところがですね今年に入ってから急にですねお話題を呼ぶようになったとで,ですから私がここにおるわけなんです。 でシンギュラリティとは何か、まあ、日本語では技術的特異点というわけですが、まあ、これはいろんな人がいろんな定義をしているんですが、まあ、私は、えー、超知能ができる時というふうふに定義しますでそれはアメリカの未来学者のレイ・カーツワイルさんによると2045年であるというわけですねで超知能ができるって超知能とは何かというと、まあ、人間よりはるかに知能の高い存在である とま,あ、私は定義しますあるいはですねこれは IJ グッドという英国の数学者これが1965年に行ったんですがで人工知能、まあ、当時はまだないんですがねで人工知能が自分で自分のプログラムを書き換えるとすると書き換えることができるようになるとするとするとそれがですねどんどん賢くなっていくと。 で人間の手を離れてしまうとこれを、まあ、知能爆発インテリジェンス・エクスプロージョンと呼ぶわけですがそういうことが起きる時があるというふうに、まあ、グッドさんは言ったわけですねでそれがまあシンギュラリティであるとでシンギュラリティが起こるとですね、まあ、いろんな何が起こるかというのは実はようわからんのですが一つまあ確かであろうというのは科学技術が非常に爆発的に進歩するでそうするとですね人間社会に大きな 変化を及ぼすすというわけで,すでこれがかつ悪いが正しければですよ45年年今から30年先だというわけですですからまあ多くの皆さんがですねまだ生きている間にそれに出くわすとでこの世の中がですねユートピアになるかあるいはね地獄になるかそこは分からないんですよ。さてハリウッド映画に見る人工知能か実はこの人工知能とかあるいはインテリジェン 特異店とかのハリウッド映画が得意とするところで,です、ね、最近いっぱいいろいろあるんですでいやこれ。これから紹介するのハリウッド映画とはだけとは限りませんがねでで実はこのスライドですがもともとここにあの写真が貼ってたんですが、まあ、主催者がですねなんで具合悪いとか言われてでみんなカットしてしまったんで実につまらんものになってしまったんですが <laughs> それは私の責任ではないと。で2001年宇宙の旅えー これがあの『2000& ーースペソースオデッセイ』というこれは、ね、1968年の映画なんですねで。非常に古い映画なんですが非常によくできた僕は、ね、あのの中で SF 映画の中でこれをしのぐのはまだできていないと思うんですよ。ッサンリー・キューブリック監督で,でこの中で,です、ねまあ、あのサイドストーリーとして春休ンという人工知能これが強い人工知能が出てくるんですね。 強い人工知能あるいは弱い人工知能というのは何かというとこれは哲学用語なんですが意識を持った人工知能を強い人工知能というと持たないのを弱い人工知能というですから現状の人工知能はみんな弱い人工知能弱いということはあの強力じゃないということじゃないんですよあの単に哲学言葉でそういうだけですでこのハルキウ線がですねあの人間に判断を起こすんですよでディスカバリー号という その時にですねあるミッションを託されておって実は船長も知らされてないと春だけが知っとるというミッションがあってそれは木星に行ってあの、まあ、宇宙人の残したものを調査するというそういうミッションなんですがねで春が考えたことはですね 人間がいない方が自分がいるのが一番いいとで人間がいない方がいいと結論してです、ね、人間全部殺しにかかるというそういう話なんですねで結局は映画としてはです、ね、船長のボーマン船長と春の戦いになって結局に人間が勝つという、まあ、そういう話ですでここでもね人工知能の判断という話があるわけですねで次が「ターミネーターと」とこれはあのジェームス・キャメロン監督1985年これも結構古いわけですが これでアーノルド・シュワツネッカーがスターになったという映画なんですね。でこれはスカイネットというこれは人工知能なんですよね。で強い人,あの人工知能でありかつ意識を持って人間を滅ぼそうとするわけです。であの殺人ロボットの軍隊を作ってで未来で戦争しとる人間抵抗軍と戦争しとるんですね。でそれに手を焼いてですねあのこれを狩猟をやっつけるにはですね 狩猟の母親これ1985年ぐらいに生きているサラ・コナーという女性なんですがこれを殺せばよいというわけでタイムマシンを使ってターミネーターというロボットを過去に送るんですねそれでサラ・コナーを殺そうとすると一方人間の軍隊の方はその狩猟はですね自分の母親を守るために兵士を送ると。 でその兵士とその母,親母親になるべき若い女性ですが,が結ばれて生まれた子どもが結局その狩猟になってるというそういうタイムパラドックス的な話とそれからこのスカイネットつまり人工知能が人間に判断すると実はこのスカイネットツーのを作ったのは実はアメリカ米軍でしてね これサイバー団員車というのが作った実はサイバー団員車って日本であるんですね今ロボット作ってますよね滅ぼす気かという気がするんですがで,ですからねここで現れてくる重要なことなんですよね人工知能が勝手に悪いことをするんじゃなくて人間が作ってそれがコントロールを外れたとそういう話なんですね。機動体 でこれはあの、白政宗という漫画家の漫画で1991年の漫画でこれはたくさん映画化されておってです、ね、1995年2004年に押井守が映画化しあるいはその後2011年13年15年と映画化されておる最近も映画化されましたよね。でさらにはあのアメリカ版ハリウッド版がスカレット・ヨハンソンが主演で、えー、されます。これはでですすね年の世界なんですが 広角機動隊これは公安休暇という政府直属の警察ですよねその中の実行部隊が公安甲殻機動隊というんですがこれのキャプテンが草薙元子少佐という女性なんですがこの人はもう体がほとんどロボットで脳と脊髄だけが人間であるというそういう人間なんですねだからその2029年の時代を描いているわけで多くの人間が擬態化と。 体をあるいは脳もですねで脳にガシャッと電極を差し込めるようなことをやってるわけですね。私ははこの話は結構あり得るとで実際高架機動隊の技術を実現する会っていうのがあってですね近藤神戸であのコンペがあります。で実際ね神戸,神戸市,市役所にはですね公安休暇っていうのがあるんですね。 でマトリックス、ね、で先ほどのこの高架機動隊を見た監督ウォーシャウスキー兄弟監督というのがやらく感動してですねで作った映画が「マトリックス」だと言われておるわけです。でこの中ではまあネ「ネオ」と「アキテクネオ」っついうのがこれハッカーなんですよね。ですごいハッカーなんだけどこれが あの人間軍に雇われるでこの時代は未来なんですがコンピューターが世界を支配しておって人間は全部寝てるんですねあのシリンダーの中で寝て夢を見てるんですねでこの夢の世界がこの,この世界我々が今こう現実だと思っている世界は実は夢の世界だというわけですよでそれにところが目覚めた人間の抵抗群がコンピューターと戦うとまあそういう話なんですね。こういういのシシミュレーション現実仮説と 言ってこれはニック・ボストロムというオックソードの教授がですねこの世の中が我々がですよシミュレーションどっか宇宙人が作ったコンピューターの中で作った夢であるということは否定できないということを証明してるんですよ。ではこれは最近去年のアメリカでは2年前の映画で日本では去年の映画ですが「世界で一つの彼女」と。 でこれはです、ね、あのスパイク・ジョーズの監督2013年んですがこれはあの新しい OS をその主人公がインストールするとでそうするとそれがです、ね、サマンサーという名前なんですがシリ、まあ、ですねさっきのシリですねあれをもっと賢くして強い人工知能にしたいやつですでその主人公はですねそのこれをですよこ,こいつにインストールするわけなんですよでここにカメラありますがここを無念に交差してですねで つい人工知能で最初は何も知らないんですよ。何も知らないから世界を見せるんですね、このカメラを通してね。で、そうこうしているうちにです、ね、主人公はこのサマンサーと恋に落ちるというで、奥さんと離婚してです、ね、もうこれと一緒になろうとするわけなんですが、まあ、最終的に振られちゃうんですが。で、トランセンデンス、でこれはですねあの、これも去年の、あのこれ、ジョニー・ディップさん主演で。 非常に大物を使ってすごい金を投じて作った映画ですが全然興業成績が悪くてダメだったんですがトランセンデンスっていうのはこれは要するにシングライティのことなんですよこれ超越という意味ですからね。でここで出てくる重要な話がコンピューターの上にですよこの人間の意識をアップロードするという考えですね。 でまあ、話としては主人公のジョニー・ディップ扮するところのウィルあ有名な人工知能の天才的研究者がテロリストに暗殺されるとで、まあ、すぐ死なないので1か月ほどかかって死ぬわけなんですがその間に奥さん奥さんも学者ですから奥さんが自分の夫のマインドをコンピューターにアップロードすると、まあ、そういう話ですね。で 最終的にどうなるかというとそのそしてマインドアップロードされてたら彼は早速金儲けを始めるわけですね株でねで金を集めてですねそしてえ砂漠の町に研究者を作りそこに巨大な人工知能を作りそこにまあ自分がいるとでそれでどんどん力が増,え増してくるのでそれを恐れたアメリカ政府はですねあのテロリスト手を組んででそのキャスタードクターの 友人とか恩師まで巻き込んで手を組んでですねえ殺しにかかるというまあそういう話です。まあ要するにね全て何て言うのかなコンピューターイコール敵みたいなそんなイメージなんですね。でルーシーこれはスカレット・ヨハンセンこれは超人間これは実にくだらん映画なんですがまあスカレット・ヨハンセンだけを見る映画なんですがこれはまあルーシーっいう人がですね あの麻薬を誤ってですねまあまあ体の中に入ってで超人間になるというそういう話なんですが。 エックス・ X、マキナこれはまだ公開されていないと思うんですがこれはチューリング・テストの映画、ね、アレックス・ガーランド監督2015年とこれはあのロボット、もうこれは人間の女性に模したロボットであるということは明らかにもう体を透けているんですからでそれをです、ね、あの多分グーグルの CEO とおぼしき人間マッドサイエンティストが秘密の研究所で作り上げるわけですね。でそれがあの ロボットであることは明らかなんだけど人間と間違えられるかっていうテストをするわけです。であの自分のところに社員を呼んでそのロボットに誘惑させるという、まあ、そういう話ですね。さて超知能の種類として、ね、私はですねこういうふうに3つに分けたいんですが「機械超知能」「超人類」「知能増強人間」で。機械超知能というのは これは先ほどから映画にあった「ターミネーター」とか「マトリックス」に象徴されるものでこれがよく想像されているものですね要するにいわゆる人工知能コンピューターの上に乗った人工知能が何か意識を持って人間に歯向かうっていうのはそんなイメージですねで超人類これは生身の人間がむちゃくちゃ強くなったルーシーですね生物学的に増強された人間でこれはまあなかなかありそうね、まあ ルーシーみたいに肉体的に強くなるということあれ超能力もこれはありそうにないけど知能を増強することは可能で実際研究され提案はされてるんですね。で私が最も可能性があると思うのが「知能増強人間」IA というわけなんですが広角機動隊の世界というのはまさにこれで,でこれが一番ありそうで。 で私の今日の話は、ね、うう SF の話をして、まあ、そんなことがあったら面白いなというようなことではなくて実際にこれができるとでかつ、やろうとこれから日本でやろうとあと10年で達成するとそういう話です。さてて人工知能の種類として また別の分け方として狭い人工知能ナローアーティフィシャルインテリジェンスと汎用人工知能これは汎用人工知能というのはですね AGI と言ってアーティフィシャルジェネラルインテリジェンスといいますで狭い人工知能の方は特定目的ある人は特化型人工知能というわけですでどういうことかというと例えばチェスマシン えもう10年以上も前に IBM のコンピューターがチェスのグランドマスターを破りましたよね。で将棋マシンこれもねあのほとんど破りつつありますね。ワトソでこういうもの要するに特定のことそれから先ほどの SIRI バーチャルアシスタントこれも今のところは狭い人工知の特化型です。つままりシリは将棋できませんからね あれはワトソンも将棋できないとでこれから作ろうと、まあ、世界の研究者の、まあ、一部なんですがかなり有力な勢力が作ろうとしているのが汎用人工知能これは人間的な人工知能といって、まあ、一応何でもこなせる先ほどの狭いのはですね特定の目的には強いだけどあの常識がないというわけですでこれが2029年に実現するんじゃないかというのがカーツ・ワイルの予言なんです でそれは具体的に言えばチューリングテスト人間と人工知能が区別できなくなるとつまりそれは機械に意識が生まれた時だとまあそう予想するわけなんですがこれはカーツ・ワイルの予想ですさてこの汎用人工知能へ至る道どうすればいいかとでこれはジェフ・ホーキンスという人の分類ですが3つある生物学的手法数学的手法 工学的手法生物学的手法というのはこの大脳皮質これを模倣すると要するにまあ人間のま最初は人間じゃなくて多分猿とかネズミとかまあ最初はネズミでしょうねの脳を真似すると数学的手法これがですね現在大流行のディープラーニング深層学習と呼ばれるものです。 これはもともとニューラルネットワークといって人間の脳の神経ニューロンをですね模したシミュレートしたと言われておるんですが本当はそんなに簡単なもんじゃないわけですね人間のニューロンはね。でこの人工ニューラルネットワークを元にした膨大な数学理論があってそれがまあディープラーニングですね。で工学的方法これは従来の古典的な AI これルールベーズと。 シリなんかそうですね。あるいはワトソンもそうですね。さて、シンギラリティへの道のり、じゃあどうしてシンギラリティに行ったらか、これは普通のというか、カーツワイルの考える道,道のりをですね、まあ、私なりにまとめたもの。で現在2015年から2029年、まあほぼ15年と思ってください。この間にはですね スママートシンが発これはスマートマシ,ン,マトマシンという言葉はガートナー社が言っているわけですがこれはあの狭い人工知能を搭載したロボットだとかあるいは狭い人工知能自体がどんどん発達してでここでの最大の問題は技術的失業ということですね。である人の研究英国のオックスフォードの研究によるとですよアメリカの今ある職業の 47は今後年年からでで失わわれるるというまあ予測をしているわけですただまあ日本でそれが起こるかどうかというのは実はよく分からん側面がありまして日本は少子高齢化で労働力不足になりますから失業するかどうかは分かんないただね仕事のミスマッチつまり求められる能力高度な能力とそれから普通の労働者の持つ能力がミスマッチするということはありますねで。年これがまあカーツ割の タイムテーブルによればですよチューリングテストをパスするというわけでこれをまあ私は「全特異点」と「プレ・シングラリティ」と呼ぶことにしましょうとでこの時に汎用人工知能ができるのではないかとでそれが 1H これは単一 H はヒューマンなんですが人間普通の人間一人分の知能を実現するんではないかとでチューリングテストをパスするんじゃないかとこれはカーツは例が言っておる。 たたまたまです、ね、広角機動体が誕生す,るのが年なんです、ね、このね29年というのは実に面白い年でこの数字があの微妙に一致するんですがかつあれが29年と言うておるとね高架機動隊が29年だった。からバイカリアスというアメリカの人工知能会社がですね2028年まではステルスモードで研究を続けると汎用人工知能を作るということは29年でパッと発表しようというわけですね。 からディープマインド社という英国の汎用人工知能の会社も2028年までやるって言ってるわけですさてで2045 20年にシングライティが起こるこれはカーツはエルの予言ですでこの時は全人類並みの知能10の9条から10乗ちなみに今の人口って大体70億人ぐらいですから要するに70億人ぐらいの知能を集めた程度の機械知能 ができるとこれはカーツ割の予言ですねさて今言ったのはまあカーツワレの予言なんですが専門家はどう考えておるかと人工知能の専門家はどう考えておるかとでアンケートを取ったものがあってですね2020年代に起こるというのが 10%40 年から50年つまりまあ45年前後ですがこれは50%。 もっと後でまで、あ、例えば70年80年ですが要するにまあ21世紀以内というのが全部含めて90%でそんなものは大きっこないという人が10%これは、まあ、スーパーインテリジェンス超知能という本これさっきのニック・ボストルもですム、ね、の書いた本に書いてあるわけですでじゃあシングルラリティが起こったその後の世界はどうなるかとでこれは極端な2つの立場があって楽観的な世界観ユートピアですね これはカーツワイルが言っておる説で人間は死ななくなるとつまりマインドドアップローすするわけですねであらゆる問題が解決されると超知能が解決するまあ超知能っていうのがもちろんねあのこれからはしますが機械とは限らなくて人間かもしれんのですがまあともかくあらゆる問題が解決される。 この死なないというのが勝原さんの一番の目標らしくてですねで彼は結婚年ですから45年あと30年間生き延びんといかんわけですなそのために健康に非常に注意しておって毎日健康用の,そのサプリメントを150錠から250錠飲んでると言われておりますねそれで死ぬんじゃないかという話もあるんですがで一方悲観的な世界観アポカリプスというわけですが これは人類が滅ぼされるか奴隷化されると。これが私はですよ、これをハリウッド的世界観というふうに名付けます。で、昨今、去年、今年ですね、この人工知能脅威論というのが盛んに言われるようになったんですね、それを言ってる人は、スティーブン・ホーキング、これは英国の宇宙物理学者、実は自分は宇宙物理学者なんですよ。ですからこのスティーブンホーキンンホキグは 彼が学生時代から、まあ、私,私も学生の時からよく知っているわけなんですが、まあ、天才ですけどね、まあ、彼は車椅子の天才というので有名なわけですでイーロン・マスクこれはテスラモーターってあの電気自動車の会社ですねでさらにロケットまで作っているわけですがすごい起業家ですで彼は人工知能は核だってニュークだってつまり危険だと言っているんですねで5年以内にロボットは人を殺し始めると。 なことも言ってるわけなんですねとかね言いながらですよ彼は人先ほど言ったバイカリアス社に投資しとるんですねだから超知能ができたら彼は儲かるんですよディープマインド社にも投資しとるんですよだから言うこととすることは違うとこれが金儲けの道なんですよでビル・ゲイツ この人はまあ僕は非常にあの真摯な人だと思うんですがマイクロソフトの元の会長ですねで彼もねこの3人一緒になって人工知能の威論を唱えてるんですがところがこのマイクロソフト自身がですね現在膨大な人工知能投資をやってるんですよでそんなに人工知能が脅威だと思うなら自分の会社に辞めさせろと言いたいわけでですから私はこういう考え方がハリウッド的世界観よく言えばね悪く言えば偽善だというふうに これ英語で訳さないでくださいね <laughs> で。ところが専門家はどう思うかというとこれも先ほどニック・ボストロムの本でアンケートが書いてあるんですが提灯能ができることシンギュラリティになることは非常に良いことだというのが20%まあ良い40%で中立15%かなり悪い15%非常に悪い10%ですからですね 良いといとうのが60なんですね中立前で,で言えると75なんですよなぜかというとそのハリウッド的世界観というのはです、ね、人工知能に意識が生まれてそいつが人間人類に対して悪意を持ち人間を滅ぼそうとするというふうな見方ですね。でそんなことはなかなかねでき想像つかないわけです。 今人工知能ののプログラムっていうのがありますよねその中を見てもねどこに人間を滅ぼすっていうのが書いてあるかって分からんわけですよねでどうしたら意識を持たすかっていうのはなかなか非常に難しい問題なんですよですからそう簡単なねハリウッド的な話は実現せんよと,と専門家は思っているということですで,で,ですから私はですねでこの世界はその非常に楽観的な ユートピア的世界あるいはディストピア的な世界のその両極端ではなくて実際は中間であろうとでシンギュラリティー号の限定世界としてはやはりまあ超知能ができるだろうけど人類もおるで共存するとところがですねじゃあいいのかというとねなかなかよくないんですね大きな問題が国家間の格差拡大これはある人が言ってるんですがどっかの国が超知能っちいうのを作ったとするでしょただね これは万能ですからねよその国の超知能作成をね妨害するわけです。で独占するわけです。でそうすると超知能を持てる国と持たざる国に分かれると。これ一番可能性のあるのは当然アメリカですよね。でアメリカなのかグーグルなのかそこは分からんのですがでそうなると21世紀の先進国と発展途上国に世界が分裂するというわけです。あるいはですよ 国家,が国家間の格差じゃなくて例えば組織間の格差とか人間の格差とか個人間の格差拡大とでひょっとしたらですねグーグルが作ったらですね、まあ、1億円で売ったるよみたいな話になってですねで金持ちだけが救われるというような世界になるかもしれないこれエリジウム的世界これも映画なんですがマット・デーモン主演のねさて 私はです、ねえーまあ、そういう悲観的な世界じゃなくてもうそのユートピアにできるだけ近づけたいとで目,目指すべき社会はどんなものかと。 で全知全能の慈悲深い超知能というのがどこかにボコンとおってです、ねまあ、神様みたいなものですが、ね、グローバルブレインという説を唱えてで人間はですよ全部それにつながっておってでお互いのコミュニケーションが非常に良くなってで喧嘩もなくなり戦争もなくなりという平和な世界が来ると。 これはオランダのある人が言っているんですで人は働かなくてよいとつまりまあ労働はすべてロボットがするとでもね何か先頭人間はやっていけないとそうすると趣味に特化するとででその趣味を人に教えるということで総カルチャーセンター化とこれは私の予想なんですが私はアサヒカルチャーの講師をやっておったんですがお年寄り生徒ってみんなお年寄りなんですね暇になるとあのやっぱり何か勉強しようかと。 で落語でああくびしなんというのがあってですねこれは前時代の話だけどまあ退屈になってきたから今日はあくびでも習いに行こうかみたいな話になってねあくび道なんていうのができるわけなんですよ。じゃあその金はどうなるんだって,いうねって言ったらまあこれは理想論なんですがロボットが働いたらロボットが税金を納めるとでそれでベーシックインカムという形で人間に配るとで人間は遊んで楽しく暮らすと。ある人はこういうことを面白いこと言ってるんですが皆さん方現役ですね。 で現役の方でその研究者が言ってたんですけどね現役でばリばリ働いてるとこの世の中にはですね金を持ったまあ皆さん方って金を持った奴隷とそれから例えば私年金生活者なんですねでそのように貧乏な貴族に分かれると今分かれとるっていうだから皆さん方はみんな奴隷なんですね私は貴族で <laughs> で未来はですね全部貴族にしようと。 でギリシャ、ローマが理想であるとでギリシャローマ時代は奴隷が仕事をしとったんですね。で市民は学問とかスポーツとか遊びやっておって例えば古代アテネはです、ね、人口30万人ぐらいでしてでそのうち奴隷が10万人でこれが仕事をしとったんですね。で市民というのが実は3万人ぐらいなんですよ。市民というのは何者かというと成人男性つまり兵士になれる人。 でこの人たちだけけが特権を持っておっおたわけですねだから奴隷も女も子どもも特権はなかったと。で未来はですね要するに全員がこの市民になりですねこの奴隷はロボットにするとで将来の社会はコンピューターロボットが生産仕事をし人間は学問スポーツ遊びをすればいいというのがまあ 理想的な考えでこれが、まあ、古代ギリシャ的生活これは多分あの著作権をクレームする人はいないからと <laughs> ってみたんですが <laughs> ダ・ヴィンチかなんかですねでこのど真ん中に一番奥におる左手の人がですねこれがプラトンで右手におるのがその弟子のアリストテレスでずっと手前に裸で寝そべっているのがこの2人のプラトンの先生のソクラテスですね。 だって超知能の政治的社会的意義と超知能を制するものは世界を制するこれなかなかねあの重大な問題で人類史の転換点は3つあると私は思います一つは農業革命これはほぼ1万年前で氷河期が終わったんですねでかん期が始まって温度が上がったそうすると農業ができるようになったそこで人類は定住を始め集落まず村ができ都市ができ国家ができて。 で現在のような社会になっておるわけです。これは1万年前温度が上が上ったからですで産業革命が250年前英国に起こってでこの産業革命に乗った国が先進国になったで具体的に言えばヨーロッパアメリカかろうじて日本でこれに乗り遅れた国が発展途上国に転落したで典型的なのが中国インドです。中国とインドは 古来歴史的にですね超大国であり超先進国であったわけですねところがここで乗り遅れたとでこれから起こる今起こりつつあるのが第二次産業革命、まあ、人によっては第四次とかいう人がいるんだけど、まあ、そういう細かい分け方はよしてですねこのコンピューター人工知能ロボットネットこういうものがの爆発的に発展する第二次産業革命がこれからである。 で中国の失敗ということを見ておく必要があると思うんですが中国は伝統的に世界の先進国で超大国でしたこれはもうね日本人が例えば縄文式なんて言ってる時からもう向こうはすごい文化があったわけですが、ね、特に明の時代1405年から1433年にかけて帝和帝徳という人がです、ね、この永楽帝の命令によって大公開を行ったんですね大遠征をやったと。 で2万人の艦隊正確に言ったら2万7千人の艦隊をですねインドアフリカに派遣しましたでその時皇帝がその気になっておればですよ世界帝国になれた瞬間なんですねところが永楽帝が亡くなってですねで帝和も亡くなってでその中国の支配層は解禁政策に転じますつまり海外遠征は禁止とで帝和のあらゆる文書を破棄します ところがスペインが1492年これコロンブスですね西インド諸島にやってきたとポルトガルバスコ・ダガーマが1498年にインドにやってきたと <laughs> でこれからその後オランダ英国の長領ばっこでこれも英語に訳さないでくださいね <laughs> で,で西洋世界が世界覇権にまあじゃゃウェストワールドドミニンツ・ザ・ワールドですよねでそれは要するに中国がやらなかったからやったわけで。 今中国そそれを取り返そうとしてますよ、ね、で日本はギリギリ成功しました。で幕末期、えー、太平の眠りを覚ます蒸気船たった支配で夜も眠寝られたで、アメリカからペリー提督が4隻の軍艦を率いて日本にやってきて日本は大騒動になったわけですね。でそこで獅子っていうのが出てきて尊王攘夷だっていう。えー 尊王ともかく上位というのはナンセンスなスローガンで実際、薩摩と長州が英国とそれから4国艦隊に戦争を仕掛けてですね大敗北しますね。ちなみにあの国あの長州がですねえっとアメリカ、イギリス、フランスとあとどこだっけえっと4国艦隊と戦争してですね負けて大砲をとらえてですねそのとらえた大砲を今、パリに飾っているんですが。 でで日本は「これはいかん」というわけで近代化を行うイ岩倉使節団を、うんうん、派遣します伊藤たちをこの前に伊藤はあの英国に留学しますねで開国に方針転換します当時の支配層は将軍とか大名と格下ですがこの人たちはあんまり、ね、のんびりしておったんですが下級武士が目覚めたとちなみにこれが岩倉使節団これ明治4年なんですが 右端が大久保利通で,で伊藤博文で真ん中が全権大使の岩倉と思いますで山口さん、木戸さん岩倉さんだけが着物着てちょっと紛れてますがねあの他はみんなあの洋服です岩倉さんよく足元見てください角ザ履いてますよねちょっとおかしいわけで岩倉さんこれでね あのシカゴに行った時に息子がね留学しとったんで息子に言われたら「お父ちゃんその格好悪い和服やめて」とか言われて急遽洋服を買います。で彼岩倉さんはアメリカでもうびっくりするわけあの鉄道を見てねイギリス行ってびっくりするんですよチョコレート工場を見てねなぜってお菓子って貴族の食べるもんなんにあの大衆に生産しとるってようことでね。 ちなみにに、ね、伊藤博文って後ねあの話面白いです、ね、あの三条三南って伊藤よりもはるかに閣鋭の人とどっちが首相になるかっていう話になった時に、うん、あの人がぽつっと「伊藤じゃこれからは,はその外国から来る英語の手紙を読まんとあかんな」とか言って「伊藤さんは英語しゃべれますからね」で読めるかというわけで伊藤博文が首相になったっいうわけで。 ちなみに彼がサンフランシスコでした演説というのはすごい気概のある演説ですよ。さて、今後の日本で現状は幕末期に似ておりますで太平の眠りの最中です。提灯というのが現代の船、まあ、まだ来てはないんですがのアメリカで今、帯同しているわけですねで支配層の覚醒が必要であると支配層というのは何者か政治家、官僚、企業家、メディアです。 ででまあ、しかし支配層というのは先昔の公家大名将軍ですから、えー、実際あるのは現代の獅子であるとで現代の獅子は剣術と蘭学に変えて数学コンピューター英語の達人でなければならないとで超知能を作れる人たちこれも私はプチ天才プチ天才って何ですかって聞かれたら、まあ、アインシュタインニュートンこれが超天才なんですがこの人はかあの金と太鼓で探してもいないわけで。 まあ、あのそれより一段二段下でもいいですぐらいのです、ね、優秀な人間この中にきっとあのいるんですよそういう人たちがこの超知能を作ってほしいというのは実は私のメッセージでですねでそれも作れるという話をこれからします。人工知能ととと現状と近未来と で人工知能の進歩で止められるか知能人工知能脅威論があって一部の人はです、ね、そんな危険なものはやめろってこれ、ね、武器として使う軍事利用するというのは危険ですがこれはストップせんといかないといかんでアメリカではです、ね、人工知能促進に2つの動機がある1つは軍事もう1つは金儲けけこれを標的に私はペンタゴンとウォール・ストリートと呼びますが。 アメリカでは国家安全保障というのは市場の命題です。で、中国の朝鮮というのがありますね、今、あの南沙諸島でアメリカの軍艦が行きましたよねで、あれは中国の朝鮮に対するアメリカの反応ですよ。あれがある限りですね、アメリカはその長期の開発はやめません。で、金儲け、これはあのグーグルとか、それからマイクロソフト、フェイスブック。 アップルアマゾンというところですねこういうところは検索とか広告とか要するにそれで金儲けてるわけですから、うん、やめられませんで政府レベルでいうと EU がヒューマン・ブレインプロジェクトというのをこれ2年ほど前に始めてですね脳の働きをすっぱンんでシミュレーションすると10年間で1,600件投資するというので大々的に始めたんですで2023年までに人間の脳を再現するって始めたんですが。 これ今ね調子悪いのねなんで調子悪いかというとこのトップのマークラムという人がですね予算の配分でね本当は最初言った時には調子を作るこのいやヒューマンブレインプロジェクトスーパーコンピューターで人間の脳をエメレートするというプロジェクトのほかにいっぱい金をばらまくと言ってたんですよ。ところが始まってみたらその金ばらまかへんとみんな俺のもんやって言って集めたんでえらい反論反対運動になってですね あのえらい揉めてだから多分空中分解するんじゃないかなっていう気がしますがしてほしいですね <laughs> あのヨーロッパの人がおったらごめんなさいねでアメリカはですねオバマ大統領がこの EU の動きに脅威を感じてブレイン・インシアティブという始めましたこれはオバマ大統領が年頭協調演説でやったんですねこれは人間の脳を徹底的に解明するとでまあ年間100億以上の予算を投じてやると。 脳のの機能の解明ですで,でもねこういう政府よりも重要なのが IT ジャイアントと企業ですねグーグルフェイスブックマイクロソフト IBM これ100度バイドゥこれは中国ですねで IBM では3つプロジェクトが並行して走っておりますワトソンシナプス計画で大脳皮質プロセッサーこれがコー,ティカル、えー、コーティカルラーニングセンターというのが <laughs> 今年になってででできたんすすね100人規模ですこれが恐るべきもんだと私は思うんですがでバイドゥはあ人工知能の大家アンドリュー・エンという人を雇って人工知能研究所の所長にしました、まあ、ちなみにエン,エンってこれ何もこれあの中国人なんですねこれ「ご」という字を書くね「んご」ですねさて人工知能競争これは人工知能のマンハッタン計画 でグーグルは例えばですねディープマインド社をせっ正確な金額は分からんのだけど500億円ぐらいで買収したんですねでディープラーニングの創始者であるヒントンを,をとその会社を買収しましたね先ほどのから言っている特異点の衝動者であるカーツワイルを雇いましたね人工知能研究者の象徴に据えましたね。 でさらにすごいのはです、ね、東大発のベンチャーロボットベンチャーシャフトを買いましたねこれが、ね、日本の悲劇ですよシャフト東大発のベンチャーが始まった時に日本のいろんなところに支援を頼んだんだけどみんな断られたの企業からも政府からもで援助を申し入れたのがどこかとアメリカの国防省ですダルパですねで成功したんですで成功したらグーグルが買っていったんです日本は何をしとるかと言いたいわけですが、ね で今後の社会は知能が最重要です。というわけでこのグーグルはですねいっぱい会社を買っているんですが会社を買っているんじゃない知能天才を買っているんです。でグーグルの野望とまあグーグルグラスこれはちょっと今失敗しつつあるがグーグルの猫自動運転自動車それから量子人工知能研究所これ量子コンピューター D ウェーブを買いましたねカーツワールドが当たったディープマインド社を650億円で買ったこの,のロボット製造会社8社買いました。 でそののの中で先ほどのシャフトの話で火災報知器の会社は、ね、3,200億円で買ったとこれ何なんだと思います。でこのね人工知能付火災報知器は、ね、各家庭にあると、ね、みんな家の中を見とるんですねですからグーグルがです、ね、世界中の家庭の家の中を覗き込もうというプランですねで人工衛星の会社今度は上から見ようっていうわけですねそれからね街頭の監視カメラの会社も買いましたね外も見よう。 要するにグーグルは世界中をみんな見て覗き見してやろうという結果あ o グーグルの人おったらごめんなさいね。<laughs> で日本の取り組みというのはですねドワンゴ人工知能研究所っていうのができて。 でリクルートも人工知能研究所を作ってです、ね、産総県も人工知能研究を強化しましたと、で総務省が勉強会を始めたで、文科省がです、ね、これは予算要求だけですが、年間100億で10年間1000億の要求、人工知能研究、これは理化学研究所に金を投じようというわけですね。 あのおぼちゃんちょっと具合悪くなったからあの今予算が減らされそうだからねこの人工知能ブームに乗っかってなんとか挽回しようっていうわけですねだけですね米国 IT 企業と欧米政府と日本のこの予算の比はたい100対10対1だというのが私の、うん、見るところです。でこのままでは敗北は必至であると。で日本でもですね全農アーキテクチャ勉強会というのは2013年の暮れにできましてこの 脳脳に学びをを超える知能を作ろう、まあ、いわゆる汎用人工知能を作ろうというわけですねそれも生物にホーキンスの言うとこの生物を模倣してやろうと人間の脳を模倣しようでという運動が始まってさらに今年からですね「全脳アーキテクチャイニシアティブ」というのが立ち上がりましたでさて日本からシンギラリティを起こそうというこれが私のメインの話ですが 斎藤元明さんという人がいてエクサスケールの衝撃という本を書いたんですがこれが衝撃です、実は僕、昨日斉斎藤元明さんの会社に行ってきたんですよ、恐るべきところですな、でえー、彼はもともと東大の放射線科の医者なんですよ、でで日本で、ね、会社を起こしたんだけど、ね、全然支援を受けられないの、先ほど言ったように、ね、日本は日本人を信用しません。で でシリコンバレー行ったんです、すアメリカ人すごいですね、その点で、アメリカ人の教授が、アメリカに来いと、ででここで会社やれとで、オフィスも貸したると、で企業の仕方も教えたるという親切ですね、で成功しますで、300人の会社に成長しましたらね、彼、辞めました、12年間 CEO をやってて、辞めたんですね、なぜかって、日本でスパコンを開発することに決心したんです。 2010年に日本に会社を立ち上げて12年から研究を始めて云々かんとで去年ペジーチップというのができたんですよところがそのチップは本来、組み込むような医療機器を組み込むようなんですがある人これは理研の牧野さんという人なんですが天文学者ですよで彼がねスパコン作れと言ったんですね斎藤さんにねほんな斎藤さんがそれでやろうというんでなんと7か月で完成したんですよ。 でさらに1号機がねでそれでグリーントップグリーンの2位になった去年はねで今年1位から3位を独占しましたグリーン500というのは省エネスパコンの中でエネルギーをいかに使わないかというコンテストで1位から3位でたった7か月プラス4か月11か月で,ですね世界のトップに上がったんですねで彼はですねエクサスケールスパコンを作るとこれは軽コンピューターは10ペタフロップスですからエクサスケールですから百ですから100ペタフロップス その100倍ですこれを2020年までに開発するとまあもうちょっと言うと2019年なんですがと豪語しておりますで問題はですねこういう巨大なスパコンは電気代が大変なんですねで,で軽コンピューターをですよあの100倍にしたら電気代そのままだったら電気代100倍になるわけですねちなみにね軽コンピューターの電気代ってあの1日600万円とかね むちゃくちゃなんですよで,で斉藤さんはですね、まあ、そのエネルギー5分はいじゃあまあそんな話は飛ばしてですが、ね <laughs>、でもっと重要な話はニューロシナプティックチップこれを開発するとで現在の彼に作ったペジージチップというのは1024コアの MIMD マルティインストラクションマルティデータちなみに皆さんのスパクあのコンピューターって大体2コアか4コアでしょ でワークステーション高い200、ね、万円ぐらいのワークステーションを持つのは8コアとかそうなんですねでそれが1024コアなんですよページチップがねところがですよ彼はですね1024コアどころじゃない1000億コア100兆インターコネクトのマシンを2020年から25年つまり今から5年ないし10年の間に作るとで人間の脳というのはニューロンが100億であいや1000億 ちなみに大脳は100億ぐらいで小脳まで入れると1,000億でシナプスが100兆ですからこのニューロンに相当するコンピューターコアとシナプスに相当するインターコネクトこれ1,000億コアと100兆インターコネクトのマシンをですね作るとしかもですよそれをですね 8, こ8リットルとか斎藤さん6リットルって言って6リットルの体積の中に入れてですよ実は 0.8リットルで 1H1 人分の,あの,そのシナプスの数なんですシナプスとかインターコネックト、えー、コアの数なんですでそれを8倍すると、まあ、ちょうど人口全地球人口分の知能になるしかもク,リクロックが速いからですよクロックの速さがどのぐらいかって評価いろいろあるんだけど私は1,000万倍とまあ斎藤さんは1億倍とか10億倍いるんだけど。 ともかくですね73億人分の知能が6リットルの体積に入るマシンを今から10年内に作ると宣言されたわけこんなこと話最初聞いた時に、ね、はこんなものほら話って誰でも思うじゃないですかだけど実際スパコンを7か月で開発したという実績があるからいけるだろうとだからハードは OK 問題はソフトですで私の超知能計画と。 いうのはハードはサイトマシンができるとでソフトはですねまあ分からんのですけど私は階層的時間記憶理論 h t m 理論とかで私の考え出した階層的軸理論 HSTM 理論まあまあここはな分かりませんディープラーニングかもしれないでそんなものを作ってですねでそれで走らせるとでそのマシンは機械超知能は人工大の質はどうかクラウド上に置いとくとで人間は眼鏡とかコンタクトとかであるいは湯はぐで それとコンタクトつまりシリとかサマンサのイメージですねでただしあらゆる知能を教えてくれるとで私はこれを何に使いたいかというと自分は科学者ですから論文書きに使いたいあるいは科学研究の補助に使いたいとでこうして科学爆発を起こしたいと思っとるわけですででまあ実はこの後スライドがあったんですがまうかしてしまったんですがどんなスライドかちょっと超人間のイメージで。 私は今大阪でシンギュラリティを語る会というのを主催しておりまして一月にいっぺん公開講演会やってるんで,すで日本のキーマンを読んで講演してもらっている今年の1月から始めたんですよ。その6月7月かなに斎藤さんを初めて読んでそれで話を聞いてですよまあ驚愕したわけだ。その話はあ,のあれ ネットに私は斎藤さんにインタビューした記事がアップされています斉斎藤元はきっと「ワイヤード」っていうので引いていただければ出てくると思いますで数週間前にですねやっぱり東京で「ワイヤード AI 進歩2015」っていうのがあってですねでそのキーマン斎藤さんとかあるいはドワンゴの所長の山川さんとか山荘家の市杉さんとかいろんな有力な人を呼んで,です、ね、公開講演会をやって。 でそののの時もですねこのぐらいの人が集まって大盛況つまり今日本は今非常にこうブームに沸いておりますがこれはで私の話も皆さんが言たときっとね,あのねシングライティがあるってカーツァルがそういうこと言うとるっておいてそういうことの一般的解説だろうと思われたかもしれないがそうじゃないと日本は今このまま放っておけばですよこのまま放っておけば日本は滅びるというまあ衰退すると。でこれをひっくり返すすためにはですね そのもうやめれって言ってますな。黙というわけであのできるんですありがとうございます。<laughs>